センテンドレのフェイ広場商店の窓フェイ広場センテンドレとは、ハンガリー、ペシュト県にあるドナウ川沿いで、かつブダペストに近い都市。センテンドレは、ブダペストのすぐ北にある都市であり、多くの博物館や画廊、芸術家で知られている。その美しい景観と、利便な鉄道、船舶でのアクセスによって、ブダペストを訪れる観光客の訪問先としても、著名である。 多くの土産物屋やレストランがこれら観光客を対象にして軒を構えている。この都市の名称の書質は中世ラテン語でサンクトゥス・アンドレアス。ハンガリー語ではセンテンドレであるが、ドイツ語ではザンクト・アンドレ、セルビア語ではセンタンドレや、スロバキア語ではセドンドレだったが、ハンガリー語からの借用語であることが明白なので、現在ではスバチー・オンドレに言い改められている。 この地には千年以上の歴史があり、古代ローマでは、ウルシシア、カストラと呼ばれていた。16世紀にはハンガリーにおける、セルビア人の中心地とみなされていた。というのも当時この地には八つのセルビア正教会の、教会と三つの同教会のチャペルがあった他方、ローマカトリックと福音主義の教会は、それぞれ一つをユースに過ぎない状態だったのである。また、セルビア正教会ではこの地を、 ブダ教区としていた。センテンドレとその周囲の村々は中世以降、ブルガール人も入植してきた。1690年、セルビア人教師等は、センテンドレは、ボルガリアとも一部に呼ばれていることを記録している。チップルフチからの入植者が多かったため、チップルフチ教会というローマカトリック教会が建てられた。また、市内の地名には明らかにブルガール人の痕跡が残っている。 18世紀になりオスマントルコの支配から解放されると、センテンドレは中世と同じく、再び、セルビア人やクロアチア人、スロバキア人、ドイツ人、ギリシャ人の入植が始まり、ハンガリー人の近辺に居住した。1720年のデータによると、人口の88%が南スラブ人であった。今日では、町の境界や王道に残る。 バロック建築に当時の面影を見ることができる。センテンドレは20世紀前半の多くのハンガリー人の芸術家を輩出している。そして多くの博物館や現代的な画廊が存在している。セルビア正教会の教会前にある日に当たっているイエス・キリストのイコン18世紀のセンテンドレは、セルビア人が多数派を占めていたが、19世紀には、 一人っ子の増加により少数派に転落した。セルビア人が少数派に転落するとドイツ人が増加した。その後、19世紀末には急速にハンガリー人が増加し、その結果他民族は少数派に転落した。そしてセルビア人やドイツ人にはハンガリー人による同化政策が取られた。2001年の先天どれは22,747人の 住民を要し、うち2万1001人がハンガリー人、225人がドイツ人、100人がセルビア人となっている。今日、セルビア人、クロアチア人、ドイツ人、ポーランド人のグループが市内で活動している。ありがとうございます。